皆さんどうも、こったその自由気ままにチャンネルでございます。はい、本日はですね、タイトルにもある通り、ロフトでね、気になるものをたくさん買ってきたという動画でございます。はい、久々にロフト行ったんですけども、思いのほかあったんでめっちゃ買ってきました。じゃあ早速1個目いきたいと思います。じゃあまずはこれ、俺がどうしても欲しかったやつ。はい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 、これね、お値段はこれはね1400円。1400円、はい、こんな感じになってますね。はい、わかる。あ、これはさすがにあれだね、合いそうだね。こんな感じになってます。何も言ってないけど、これバスピローですね。はい、お風呂場の枕。俺結構長湯するんだけど、結構さ、バスタブの縁にさ、こうやって首かけるじゃん。さ、はい、結構痛いんだよね。それを、これをここに置いても、これもずっとできる。めっちゃ楽しみ。日常系のやつだね。そう、はい、絶対これいいと思うんだよね。いいよね、いいんじゃない。で、これなんかちゃんと干せるみたいだから。ああ、なるほど、いいんじゃないですかね。そしてこれまた俺が買ったやつだね、しゅうちゃん。はい、フェイスブラッシュ、洗顔ブラシだね。1200円だね。すごい、待って、分かる、待って、出しちゃっていい。出していいよ、出していいよ。これね、見ないと分かんないと思うんだよね、絶対。このね、すごいね、めっちゃ細かいの、めちゃくちゃ細かいのくなってんだよね。これすごいと思うんだよね。すごい、これほら、まあ、だとほら前回もさ言ったけど、ちょっと美容系にならない。美容系 YouTuber ね。これで、うん、これでそのままできるらしいよ。すごい泡立つって書いてあるね。濃密泡洗顔って書いてあるんで、すっごい柔らかい。俺こんなの、あの何、習字の時間のすごいいい毛筆あるじゃん。なるほどね、それみたいなやつ。なるほど、これいいね、結構。これめっちゃいいと思う。毛穴の黒ずみが取れるみたいなんで、はい、これでちょっと取ってみようかなと思います。おててめー。お次はこちら、トゥース、なんて書いてある、トゥースブラッシュホルダー。これあの歯ブラシ立てだね、歯ブラシホルダー。1500円。え、なんかね、昔から使ってるやつあるんだけど、開けようか。ちょっとね、最近ね、カビ始めたんだよね。そしたら、これ待って、カビないじゃん。そう、すごい良くない。あ、しかもこれ、あ、これを外したら貼れるってやつなんだ。つけれるから、あ、これめっちゃいいかもしんない。よくない。で、しかもさ、何がいいってさ、まあその 歯ブラシそこに置けるのはいいんだけどさ、うん、このヒゲ剃り。なるほどね、ここに置けるんだね。ここにヒゲ剃りが置けるって感じです。あとこの上にあるじゃん、この、うん、このスペース、うん、ここあのピアスとかつけてるときにすごい置いて、とりあえず置いとけるのか。そうそうそうっていうのもあるから、なんかすげえいいじゃんと思って。あともう一つ、とっても重要なことなんだけど、おしゃれ。そう、おしゃれ、めっちゃおしゃれですね、これ。ちゃんとここの、あの歯ブラシのところもちゃんとした水切りできるように穴開いてるし。あ、ほんとだ、すごい。これめっちゃいいと思って。よくない？いや、すごいと思う。しかもこうちゃん、今回はちゃんとピントが合ってます。皆さん、前回ごめんなさいね、本当に。今回はできるだけピント合わない時もあるかもしれないですけど、できるだけ合うように頑張ります。はい、いいね、これ。よくない？すごいいい。だからとりあえずこれも買います。もうこれだから、もうこれはもう俺のあの B よ、 B よ、 B を求めたものよ。これ B じゃなくね。これも B よ。あ、 B ね、あの汚れない B ね。そう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 。なるほどね。お次いきますよ。はい、何ですか、続いて。結構 B っていい。結構ね、でもね、ロフト行ったんだけど、美を追求してるね、あの店ね。そうそうそう。だから、ね、美容系 YouTuber としては、ちょっと毎月行かなきゃいけないぐらいのレベルではあるよね。何？これは俺、マジで中学校の時から使ってんの。なるほど。久しぶりに見た。洗顔ですね。1000円。安い。スクラブタイプ、リンゴ果汁インだって。まず、匂いがめっちゃいいんだよ、これ。ただ、リンゴ果汁って言ってるけど、俺のイメージ、キウイの匂いがする。あー、なるほどね。うん、じゃあ、ちょっと。まあ、こんな感じで、まあ、これアップにしてもちょっと意味ないかもしれないけど、一応ね。これ本当おすすめで、俺あんまりさ、ニキビとかできなかったんだけど、うん、中学校の時とかってやっぱできるじゃん。だからあんまりさ、余計に洗顔しなかったんだよ。だからできた時だけ、うん、このこれで洗顔してたらすぐ治った。ああ、なるほどね。これマジおすすめで、これ固形のタイプもあるんだよ、うんうんうん、これは固形使ってたんだけど昔は、うんうんうん、本当におすすめ。なるほど。ではお次、あ、これわかるかな、みんな。これね、食器のところにあったんですけど、名前は、お魚、おたまたてって書いてあるわ。うん、おたまたてです。880円。はい、これ出すわ。出した方が早いね、これはさすがに。こんな感じになってます。こんな風に、お魚見たくなってます。で、どんな風に使うかっていうと、ここね、この絵あるんですけど、こんな感じですね。そう、こんな感じに、魚の尾びれに引っ掛けて使うって感じなんですよ。はい、でこれ
何どうした、大さじ小さじまで測れる、使うタイミングがあるかどうかはあれだけどさ、一応計量メモリが中に入って調理中にさっと測れるってすごくない？これはごめん、見えるか分かんないけど頑張る。あ、絶対見えるね、こうちゃん。こんな感じで小さじと大さじが測れる、すごい、すごくない？で、ここさ、ちゃんと注ぎ口になってるんだよね。ここ分かるかな、この部分がね、うん、で、ここに一応菜箸とかも引っ掛けられるようになってるみたいで、俺だからこれ卓上でさ、うん、鍋とかした時に使うようだと思ったんだけど、これ普通に調理器具として使えるみたいだね、うん、すごいね、これ優秀じゃん。たまたまだけどね。ただそもそも買った理由が、いつもさ、ご飯食べてる時とか、その皆さんの前でお食事してる時に、お鍋やってるじゃないですか。あの時にお玉を置くとこ結構悩んでたんだよね、うん、2人とも、ね、そう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 、なんですごい便利だなって思って買った商品です ね、 いいね、これめっちゃいいね、おすすめ、おすすめです、優秀、すごい。あ、これしゅんちゃんじゃない？あ、これもちょっとやっぱり美容系 YouTuber を目指す身としては、皮脂すっきり吸い取りパックですね。お値段いくらですか？900円かな。あれ、さっきのこれ言った？お値段それは言ってよ。880円。880円。これいくらだっけ？もう一回ごめん、待って、900円するんですけど、はい、ちょっと待って、これ見て、あ、これはもうこのまま見せるね、うん、こんな感じで貼って黒ずみみたいな浮き出させて洗い流すタイプなんですよね。で、今まで同じシリーズのやつ買ったんですけど、1個このツルリってやつの、これはもう1個の方はもともとこうやって少しマッサージをしながら洗い流すだから、起きながらじゃないんだよね。で、僕剥がすタイプは絶対嫌なんですよ、余計傷ついちゃうと思ってるから。なんでこれを買ってみました。え、これすごいね。すごくいいよね。泥パックみたいになってんだ、なんか浮き出すみたいな感じ。しかもさ、このさ、絵の通りに浮き出してるのが見えたら気持ちよさそうじゃない？カビみたいだね。こんなに出んのかな、こんなに出たらすごいよね。ということで、これはね、ちょっと試してみたくて買いました。はい、はい、じゃあ続いて出たよ、白髪ネギカッター。いきます、こんな感じですね。1180円、合ってるかな、ピント。はい、こんな感じです。はい、いいね、便利器具としてすごくいいと思うんだよ、ね、これだってさ、俺こうちゃんが作ってる時にさ、そのさ、まあ楽にできてる方がいいじゃん、みじん切りとか、うん、さらにさ、これやった後にこうやってやったらもう簡単にみじん切りもできるしさ、これ本当にいいよね、すげえ優秀だと思った。これはね、ちょっといずれ多分動画中に多分出てくると思うんで、器具が使うと思います。その時にね、使った試しみたいなのを皆さん見てもらえたらと思いますよ。はい、はい、これ本当にいいね、これもいい。で、同じ感じの調理器具です、しゅんちゃん、これマジでいいと思う。ブンブンチョッパーズ、これね、ちょっと待って、これは出した方が早い。あ、ここ見れるかな、うん、ここでお見せした方がいいな。こんな感じ、これはね、2200円です。簡単にみじん切りができる機械ですね。はい、その中に入れて、なんかブンブンってやるんだよね。で、プラスもう一個種類あったんですけど、こっちの場合はみじん切りの細かさも設定できるって書いてあったよね、確かね。そうって書いてたね。多分回数なんじゃないかな、やる、書いてあるかな。刃の種類がそんなないから、あ、ほんだ、うん、10回20回30回で粗みじんから細かいみじん切りまでできますよ。で、生姜、ニンニク、玉ねぎ、何でもござれって書いてるから、うわ、これ見て、分かるか、あ、これは絶対分かるね。ピーマンとかこんな風にみじん切りにされてます。すげえいいと思った、これ楽じゃん。これは楽だと思う。これは本当にめちゃくちゃ楽だね。ちょっと本当にこれと今回のこの白髪ネギ、うん、これを調理に使うのが楽しみです。はい、いいっすね。いいですね。実用的なものしかないね、本当に。そう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 。お次はこちらですよ。ふんわり泡立つ洗顔泡立てセット。まあ、病気 YouTuber としてはね、やっぱり必需品になってくるやつなんですけども。セットじゃなくてネットだけどね。え？あ、セット使った、うん、ネットなんですけど、これ出した方が早いな。これはでも単純に、まあ、細かい泡作れるって書いてたんだけど、今家にもあったんだけど、なんかもう結構ね、あ、すごいね。待って。家にあるやつよりも全然細かいのできそう。わ、これ伝えづらいな。結構、何層にもなってます。やばいね、それ450円かな。これすごいな、これそれにこれを組み合わせての、だこれで泡立てて作ってからの
なるほどね。これあこちらこれにこれをつけて泡立たせてこれね。最強。で残ったものはこれで。これ最初にするんじゃないの？あれ。まずこれでまずバッとり取って。あ洗顔後って書いてある。洗顔後水気を切った鼻にこしをください。だから締めなんだこれが。だこれは多分毛穴をまず光開かせないと取れないってことだから、まず開これで温めて開かせて最後これでもうとどめ、ね、とどめだよ。で最後あの美顔器使ってシート完璧じゃん完璧、ね、これ本当にじゃ 今の会話が楽しいわとりあえずじゃあそんな感じだね、はい、じゃあ続いてははい。これはこうちゃん欲しいっつって買ってたやつね。あの4口のからくりブロックって書いてるんだけど、あのなんて言うんだろう、なんて言うのこういうのって、どこにでもあるよね。そうタコ足配線みたいなやつなんだけど、すごいコンパクトだって。今ねあのお風呂場に結構さコンセントが必要でさ、うんうんうん、お風呂場っていうか洗面台か、これ結構場所取らずに色も可愛かったからこんな感じっすね。はい、可愛くない？可愛い。あこうちゃんの顔隠さないと。こんな感じですね。で横にこんな風に4つ分ついてるね。こんな感じで、うん、こんな感じで、わかるかな。こんな感じでついてます。でなんかこれ1500ワットって書いてたから、ね、今さ家にあの洗面台のあると2口しかないんだけど、うんうんうん、1口はちゃんとドライヤーは多分さ結構使うから。あーそっかそっかそっか、確かに。でもう1口に最近あの増えた、うん、あの電動歯ブラシの充電器とか、うんうんうん、ああいうのをここに挿しとけばさ。なるほどね。あらこれちょっと4口も使えるし色がね可愛かった。まずおしゃれだね。そう、はい、じゃあこれはそうだね、これ、うん、はい、はい、でしゅんちゃんがお気に入りの、あこれ何ラスト、うんまだあるよまだ、うん、これ見てくださいみんな、パワーキューブ延長コードってなってるんですけど、これねもうこれもう実物じゃなくてこのやってるとこ見せちゃうね、うん、2250円。はい、こんな感じです。すごいよねこれ。これあの何がすごいって机の下に貼り付けられたりするんですよ。はい、机の上に下貼り付けるのもありだし、こうやって上につけるのもありだし、待ってこうちゃんの顔隠さないと。なんで隠す？あピントがずれちゃう。ピントが合わないの、顔に合わせようとするから。でこんな風に机の下でも上でもつけて固定させて充電ができるってやつなんですよね。これねあの何撮影してる時にいつもコードが下にあるんですよ。足元邪魔だもんね。そう足元がすごい邪魔だったんで、ここにあっとけばまあかさばらないじゃん。そうだね。でいいなと思って僕選びました。これしかも可愛いし優秀。はい、ということでこれが僕ちょっと選んだんですね。はい、続いていきますか。じゃこれリピ買いですよ。これマジでおすすめです。これ本当にハンドクリームですね。柚子の匂いが好きな方はもう間違いない。こっちの顔隠しながらが一番いいってことに気づいた。はい、はい、こんな感じです。柚子のハンドクリーム1個1000円ですね。はい、で今回はもうリピ買いだったんで2つ買いました。はい、これね、まあ、1000円って正直ハンドクリームじゃ高いじゃん。うんかな、高いんですよ、うんうん、使ってみたら分かるんだけど、まずベタベタしない。そうベタベタしない。あと香りがね本当にいいの。作られたっていう感じじゃなくて、本当ほのかに柚子の香りがするって感じで邪魔しない感じですね。はい、これ本当おすすめ。あこれめっちゃいい匂いする。うわいい匂い。これマジで去年トモさんたちと最初に行かせていただいた秋キャンプでも、うん、あちゃみさんとかシュリさんに布教したよね、うん、これおすすめ。でこれ本当にロフトにで、この一番最初買った時もロフトで買ったんで、うん、ぜひロフトで。もう最高、自分の手が好きになる。これめっちゃいい匂いするほんまに。これあれだね、宣伝文句に使っていいと思うんだけど、自分の手が好きになる、いいと思わない？いいと思う、いいと思う。キャッチコピーで、キャッチコピーでこれすごい。これ何、これで終わり？うん、ラストあるよ。ラスト、うん、はい、ということでこれはね僕たちリピ買いしておすすめなんで、これマジでおすすめです、はい、っていう感じですね。そしてラスト、じゃあラスト何。いやこれ可愛いと思って、これね、めっちゃ可愛いよね。いきますよ、せーの、ダーン、クラフトビールのマグカップです。1個1500円だけど、マジでめっちゃでっかね。僕たちね、最近その買った、結構前かで買ったので後悔してるのが、マジで取っ手が何掴みにくいマグカップは絶対ダメだなと思った。
おしゃれに追求しすぎてね、やっぱこう機能性があってたくさん入れられるっていうのがね、いいよね、結局一番いいんだよね。だとさ、うん、今家にあるのさ、もう一個のマグアップってさ、なんかこういう形なんだよね、わかる、うん、あーわかるよわかるよ、丸いやつね、あのここがちっちゃいからさ、ちょっと不安なんだよね、うん、でもこれめっちゃそこになるほどしっしりしてるから、こんな感じね、それ絵柄だけね、絵柄、こうちゃんの顔隠してこんな感じです。もう一個こっちも絵柄違うね、絵柄違いで2種類買いました。ほうちゃんの顔隠したら一瞬にしてピント合うってことが分かった。ほら、もうそれも見えないんですけども、はい、こんな感じです。かわいい、これかわいいということで、今回はこのビアマグカップ1500円が2つだから合計3000円だね。じゃあ最後1個ずつお見せして終わりに、あ、待った、違うわ、合計金額だ、まずは、はい、合計今回15点、はい、全部で15点で税込み2万と23円、惜しい惜しい、23円をなんとかマイナスしたかった、確かに2万円にしたかった、ぴったりね、うん、いやでも結構本当にこんなにたくさん買って、あ、じゃあお互いのベスト2言う、ベスト 2? ベスト2だって1だとさ、なんかちょっと寂しいじゃん、まだ使ってないからさ、分かんないってところもあるじゃん、とりあえず気になるのにするか、一応今回気になったものだからさ、じゃあもうベスト1でいいんじゃない、それなら一番気になるものでいいんじゃない、せーの、これこれ、これでしょ、ブンブンチョッパーでしょブンブンチョッパーデラックス、僕はこれなんだよな、散々さ、何コードに悩まされ続けてるからさ、撮影の時にさ、これがどんだけ楽になるのかっていうのをね知りたいわけですよ。あ、やっぱりちゃんと土台ついてる、この土台をあのどっかに貼り付けて、あとはもうそこにあのつけとけるんだよね、でも両面テープだから、そう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 、あ、待って結構でかい、あで USB ポートもちゃんとついてる、そう USB ポート、あ、それ言うの忘れたね、確かに USB ポートがね、ここにこんな風についてますね、はい、こうちゃんの顔を隠すとね、はい、ピントが合います、はい、こんな感じで USB ポートもついてて、いやこれほんといいと思うんだけど、もう、まあ、普通にいいだろうね、使いやすいでしょこれ。あ、待って、でもこれ一つだけ不便なとこ見つけた、こうちゃん、ごめん、みんなこれさ使う前からあれなんだけどさ、一個あれじゃ ん、もったいないことになっちゃうじゃん、差し込み口が一個なくなるね、あーなるほどね、うん、そこはしょうがないよねまあさ確かに固定しなきゃいけないからねだから逆に言えばこうやってやってもいいし、こうやってやってもいいように全部につけられるようにしたってこと。あ、でもちゃんと毎回外せるんだこれ、邪魔になると。あ、そう、外せる外せる、もちろんもちろん、ここにパクってなってるから。え、これさ、ちょっと一回ブンブンチョッパーしていい、で、蓋をしてこれで回るんだ。あ、でも当たんないじゃん。うん、今ここ当たってたら削れていくから、ね、いや、だから危ないなと思って、これでみじん切りができるんだ。あでもニンニクとかやるときってほんと臭くなっちゃうからさ。これは何だ、これは多分あの終わった後にこれ、まあれじゃん、こうちゃん冷蔵庫にしまっておけるんじゃん。あ、そのまんまね、これやば、優秀、そういうことでしょう。いや、これは卵とかクリームの攪拌になって、だからあの普通に生卵を、まあ これ、まあ、これは別にやってもいいと思うんだけど、うん、これを使って混ぜることもできるし、え、これ早く使ってみたい。で、これ一応飛び散り防止用の内蓋だって。これ、ああなるほどね、素晴らしい、これやばい。あ、でしゅんちゃん言った通り、これは保存用の蓋だってね、間違いない。いいね、これほんと早く使いたい。え、これでもさ、マジでさ、みじん切りってさ、やりすぎちゃってちょっと残ったりするじゃん。うんうんうん、そういうのもね。え、これちょっとほんと楽しみです。はい、いい買い物したね、ほんとに、はい、ということで結構ごちゃごちゃしちゃったんですけども、あ、ごちゃごちゃしてないのか、見えてないから、はい、ということで本日はですね、ロフトで気になるものを、たくさん買ってみたっていう動画でございました。はい、皆さんもね、もし気になるものがあったらぜひロフトで見てみてください。それじゃあ最後までご視聴ありがとうございました。またね、バイバイ、バイバイ。